ボーイドキュメンタリーフィルム 15days は2月20日のライブ前後15日間の物語。エピソード1はライブ前の宣伝活動とリハーサルにかけたメンバーたちの思いをお送りします。投票とあとアンケートの実施もさせていただいたんですけど、これザ・ピンクのリーダーの福井智也君と話してやろうって決めたんですけど、投票の結果で結構そのビジュアル撮影の立ち位置とかも結構響いてくるんですけど、アンケートに関しては、これからのライブパフォーマンス作品を作っていく上でどういう風にしたらもっとファンの皆さんに楽しんでもらえるかみたいなのをこうそれの一つのなんかヒントというか皆さんの声を聞けたらいいなっていう思って、トマヤ君とアンケートも やろうっていうふうに決めました。ピンクで言うと一番象徴的なのはやっぱり宣伝部、もう部長なんで、なんていうんですかね、もうなんかしっかり話したりとかするんですよ、ボーイズボーイの宣伝活動で。そういうのを考えるとなんか他人の見られ方とかもちょっと悪いのかなと思いつつ、ただやっぱりもう好きになってもらったりとかライブに来てもらうっていうのを考えたら、がっつりちょっと喋ってやっていかなきゃいけないっていうのはあったんですけど、なんか僕的にちょっとまだそのなんか他人の見られ方を気にするようなステージに立ってないのかなっていうのもあったんで、がっつりもうなんかもう見られ方とかも気にせずめっちゃ喋ってましたね。でもなんか長すぎるとあんまり良くないんで、ちょうどいい具合で話したりとかしてましたね。もう自分たちの中でこう目標みたいなのをそれぞれで決めたりとかしてて、でなんかその目標をクリアするためにじゃあみんなでどうやって配っていこうかとか、そういうことをもうずっと毎日話してたんで、こうライブが近づくにつれて焦りとかを結構感じてて、もうとにかく長い時間チラシを配って少しでもこういい出会いがあるチャンスを逃さないようにしようとか、どうやったら自分のことを好きになってもらえるかとかをもう日々メンバーで話し合いながら活動してた2ヶ月とかでしたね。ルカ結構頭いいんで、こういうのもいいんじゃないですかみたいな出してくれたりとか、あとマキとかも結構意見バンバン出してくれたりとかするんですけど、ヨーダイとタクミはなんかなんていうんですかね、なんていうんですかね、なんかどうもファッションもがみです、イエイ。どうももがみヨーダイです、よろしくお願いします。宣伝部としてやっぱり一人一人と違う接し方をしていって、その人に自分が入り込む、その人の懐に入っていかに好きになってもらうかということを結構考えてましたね。ピンクはすごい個性的なメンバーが多いんで、その宣伝活動以外にもその生ハウスっていう YouTube をやってて、そこでは24時間生配信してて、もう毎日渋谷とか、街に出てチラシをライブのために配ってくれてる姿勢っていうのも、たくまとかね、一緒にルカとかも一緒に住んでるんで、毎日僕も見てましたけど、すごい、リーダーとしてもそうですし、同じグループのメンバーとしてもっと自分も頑張らないとなっていう風な、僕自身も刺激をもらうというか。
そうですね、今回のライブは新体制がこうスタートする中で、まあ、今までこう作品作りだったりライブで前に立ってたメンバープラスアクト、河野幸安宗、小松優、広原司などのメンバーが追加されたんですけど、まあ、僕は結構この今回のリハーサルで一番印象的だったのがその4人で、なんか結構遅い時間にその公演とかで動画を撮って、このダンス見てください、バレエとかって教えてくださいみたいな感じで送ってきてたりとか、まあ、それに対して、まあ、さっきの三浦直樹、花房由樹、荒井宝が厳しく、ここが違う、ここが違う、まあ、ここは良くなってるけど、もっとここ意識しなきゃダメみたいな会話はもうずっと、リハーサル始まって1ヶ月半から2ヶ月はもうずっとそういう会話が飛び交ってましたね。そのパフォーマンスを一緒に引っ張ってくれている新見直樹くんがいたりとかするんですけど、新見直樹くんが結構ガツンとまっすぐぶつかってくれて、まあ、情熱はすごいんですよ彼は。振り入れをする段階から始まって、初めてやる曲の子たちのはには結構厳しく自ら動画見てもらって動画を提出させるっていうのをやってたんですけど、やっぱり最後のリハーサル その通しでライブ同様のリハーサルがあるんですけど、客観的に見てたんですね。そしたらやっぱり明らかに井上悪人くんが特に成長してたなってすごく感じれて、最初めっちゃこんなこと言うのもなんなんですけど、ダンスめっちゃ僕嫌いで、すごい毎日踊るのとかも全然したくない、家にこもってたいみたいな感じだったんですけど、できないところを先輩、まあ、主に YOSHIKI くんや直樹くんとかに教えてもらったりして、今まで全然本当に10分とかしかやってなかったダンスをもう毎日寝る間も惜しんで8時間とか9時間とか自主練で使うようになってから、すごい言葉に表すのちょっと難しいんですけど、僕あんまり褒められることがなくて、毎日のようにいろんな課題を出されてここ直してきてほしいとかあったんですけど、2月20終わった後 YOSHIKI 君と帰ってる時によく頑張ったっていう褒めていただいて、なんかそれだけでやっててよかったなって感極まっちゃって全然降りる駅じゃない駅で降りたんですけど一緒にいたら泣いちゃうなと思って、初めてライブで達成感を得れたというか、本当に尊敬できる人ばっかりで誰をあげたらいいのか分かんないんですけど、でも本当にダンスのその形の綺麗さとか正確さっていう意味では本当に YOSHIKI くんが本当に尊敬してて、本当になんかお手本みたいにすごく綺麗に踊るんですよ、本当に尊敬してて、そのパフォーマンスの面でそのファンの人たちから褒めてもらうこととか、なんかユウちょっとダンス変わってきたねとか、あと龍之介から、まあ、直樹くんからダンス変わってきたねって最初に言われて、龍之介にも別のところでそのなんかユウくんちょっとダンスこう上手くなってきたんちゃうんみたいな感じで言われて、それは本当に嬉しかったし、普段ゆったりしてるタイプなんで、もうゆったりしたダンスの方が実は好きなんですけど、まあ、速いダンスかつ揃えるとかなんかそういったものって好きでもなかったんですけど、でもいろいろチャレンジしていく中でなんかみんなと息合わせて揃えるものとかも楽しいなと思ったり、その姿を見て、まあ、残りの8人はどう思ったか分かんないですけど、少なくとも僕はとても刺激を受けて、その4人の姿を見て僕ももっと頑張ろうと、なんか実はいろいろ教えてたりもしてたんですけど、
すごく僕が背中を押されて、このリハーサル期間はもっと頑張ろうって思うことができたのはその4人がいたからだなと感じてます。まあ、今回たくみをリハーサルとか完全に仕切ってもらおうと思った理由としては、やっぱりたくみはパフォーマンスというか、まあダンスとかが好きだなっていう僕の印象がすごくあったので、そういう意味でリハーサルとか任してみたいなっていうことを思ってお願いしたんですけど、自分的にはそのやってきた中ではその熱量だけはやっぱりその誰よりもピンクの中でも持ってる自信だけはあったので、でそれをみんなにそのリハーサル期間一人一人とちょっと話して、自分はこういう気持ちでライブを望みたいから、もっと一緒に、なんだろうな、なんか一緒についてきてほしいとはではないんですけど、その一緒になってもっともっといいものを作り上げていこうとは一人一人に向き合って僕は今回していきました。まだまだ自分が積み上げてきたものが浅い分、やっぱり説得力もやっぱり足りない部分もあって、まあ、十分にはまとめきれてなかったのかなとは正直あったりはしました。ライブ前、自分がどういう気持ちで臨んでいたかっていうのは、まあ一番持ってたのは、まあ、やっぱりイエローとピンク戦ってる以上、やっぱりイエローに負けたくないなっていう気持ちでずっと臨んではいて、まあ、ライブが近づくてきて。リハも全体でのリハスタートして初めてピンクに見せるって時があったんですけど、冷静に揃えるっていうのを重視してテンション上がらずに、でピンクにわーすごいって言ってもらえるようにっていうのを意識して、まあそのままピンクにすごいって言われたんですけど、どうやってリハしたのとかマキとかに言われて、まあもちろん教えなかったんですけど全体のリハーサルになった時にそのゲネプロとかを見て、やっとそのイエローチームとピンクチーム別々でリハやってて、その全体リハーサルの時に初めて見せ合うって思った時に、やっぱり今回もやっぱりなんか想像を超えてきたというか、でそこに関してやっぱりそのピンクチームが悪いというか、自分のリハーサルの詰めが甘かったなっていうのをすごく感じたというか、そうですね、今回も、まあ、一番悔しかったのはゲネプロで構成とか作ってくださる方に、元ピンクチームは本当に本番やる気なんですかみたいなことを怒られた時が一番悔しくて、現状ピンクとイエローっていうと、イエローの方が、まあ、ボーイという活動で今まで、まあ、中心に立ってきたメンバーが多い中で、まあ、ピンクは新しいメンバーだとか、なんかそういう、まあ、中心に立てなかったというと変ですけど、その中で、まあ、僕たちがパフォーマンスで見せれることっていうと、まあ、もちろんスキルとかは今後上げていく前提ではあるんですけど、まあ、本当に何だろう、お客さんが見てて楽しいとか、僕たちが本当に楽しんでやってる姿を届けたりとか、
ていうことがすごい今は大事なのかなっていうふうには思って、そこだけはぶらさないようにというか。ライブ前のザ・イエローっていうのは結構そのどこに向かうべきかっていうのが割と決まってなくて、定まってなくて、なんかコンセプトというか自分たちがじゃあ突き詰めるものっていうのは何なのかっていうのがあまりこうはっきりしていなかったんですけど、ただまあライブに向けてはパフォーマンスを上げていこうっていうので、まあ、必死にそれだけ頑張ってたんですけど、やっぱり自分たちが応援してもらうのって歌とダンスであって、なんかもっともっとやっぱそこの追求というかそこを突き詰めたからこそ今回のライブはすごく達成感あったと思うので、まあそうですね、ひたすらレベルアップなんじゃないかなって思ってます。